オリックスオリックスバファローズオリックスバファローズは日本のプロ野球球団パシフィックリーグに所属している大阪府をフランチャイズとし京セラドーム大阪を本拠地ホットモットフィールド神戸を準本拠地としているまた2軍はウエスタンリーグに加盟していて2017年シーズンから舞島バファローズスタジアムを本拠地に定めている 2004年シーズン終了後に、神戸を本拠地とする、オリックスブルーウェーブが、大阪を本拠地とする、大阪近鉄バファローズを、九州合併したことによって誕生した球団である。バファローズの名を持ち、大阪を本拠地、神戸を、準本拠地としているが、運営母体は、オリックスであり、運営法人も大阪阪急野球協会の流れを、組むオリックス野球クラブが存続しているため、 オリックスブルーウェーブの後継球団扱いであり、球団史において、大阪近鉄バファローズの歴史は、冒険扱いになる。1リーグ時代阪神急行電鉄は1920年に、日本最初のプロ野球球団とされる、日本運動協会の経営を引き取り、宝塚運動協会として運営していたが1929年7月に、解散。 後の阪急ブレーブスとの球団としてのつながりはない。しかし小林十三はいずれプロ野球時代が来ると予見。1935年に読売新聞社が大日本東京野球クラブを結成したのを受けて小林はアメリカ出張中にワシントンから電報で球団設立を支持し、1936年1月23日に 大阪阪急野球協会が設立される。ライバル企業である阪神電気鉄道が立ち上げた大阪タイガースに対抗するため設立を決意したとも言われる。発足当時の球団で球場を自前で新たに建設することを計画したのは阪急だけである。小林十三が慶応義塾大学出身だったこともあり、宮武三郎、山下美 山下義和ら慶応義塾大学のスター選手を入団させ、初代監督にも同ーの三宅大輔を招いた。同年2月5日に結成された日本、職業野球連盟に参加。球団名に企業名を入れた日本で、最初のプロ野球球団である。トーナメント制の下記の大阪大会で首位になっている。1937年5月1日。 本拠地球場となる阪急西宮球場が会場、春季は8球団中4位となったが監督の三宅は、妥協を許さぬ厳しい姿勢が、選手の反発を招いて解任され、村上ミノルが、周期の指揮を取るがチームは、投手陣が弱く、粘りがないとされ、8球団中7位に終わっている。村上の後任には、山下ミノルが、プレイングマネージャーで就任。 投手陣の検討で春、秋とに3位となるが、上位の首位の巨人や2位のタイガースにはどうしても、勝てないという状況だった。1939年、この年より1シーズン制通しての成績で優勝、順位を決め、便宜上春夏秋の3期制としたが、春季は、投手陣が踏ん張り9連勝もあり、首位となっているが、巨人には、未勝利のままで、 年間を通じても、巨人、大阪に次ぐ3位に終わっている。井野川俊春を4番選手兼任監督に迎える。森幸太郎が28勝を挙げ、山田伝が打率5位になるが3年続けて、巨人、大阪に次ぐ3位に終わる。1941年、選区悪化で、各球団ともに、選手の王将が続き戦力が低下するが、森幸太郎が、 ノーヒットノーランを達成するなど30勝を挙げ、最多勝ちとなり、チームも勝率。631の成績を挙げるが、主位巨人と9ゲーム差の2位に終わっている。1942年以降も王将が続き8、球団中4位。1943年、選手権任監督の井野川が王将され西村、正尾が監督になるが8、球団中7位。 1944年、夏季終了時点で王将による選手不足でリーグ戦続行が不可能となり、途中打ち切りとなり3位に終わっている。西宮球場の倉庫でボールやバットが保管されていたこともあり、11月の戦後プロ野球初試合となる東西対抗戦が神宮球場で開催され、1946年よりリーグ戦が再開される。 た球団に比べて、用具が揃っていたことや野口次郎や今西連太郎が加入したことで、阪急の下馬評は高かったが、投手陣が6月に調子を落とし、長打力不足もあって、チームは8球団中4位に終わる。リーグの相性義務化により、チーム名を阪急ベアーズと解消したものの、オープン戦での成績が悪く、 ベアーという単語も、投資の世界で縁起の悪い言葉であることから、開幕前の4月18日までに阪急ブレーブスに、再解消した。総監督に、浜崎真嗣、西村正雄が助監督、これに、井、野川俊治も復員してきて、助監督という首脳陣となった。野口二郎が24勝、今西連太郎が21勝を挙げるが8球団中4位に、 終わり、オフには、青田登が、巨人に一籍。1948年、投手は良いが、青田が抜けて、長打力不足となったのが響き本類だが、リーグ最低の25本で、3年連続8、球団中4位に終わる。1949年、長打力不足はこの年も続き、投手陣では、天保義父と今西蓮太郎の2人で43勝を挙げ、 大巨人戦では11勝8敗と勝ち越すがそのうち7勝は天保が挙げており、この年は2位となった。この年のオフにリーグ分立に伴い、阪急はパシフィックリーグ所属となる。2リーグ分立から西本監督就任まで、パリーグ参戦初年度の開幕4戦目から、球団新記録の11連敗と低迷し、54勝64対2分で、 首位の毎日オリオンズと28.5ゲーム差の4位に終わる。天保ギフト、野口二郎で合わせて13勝止まりで、7球団中5位と低迷。オフには、ジミー・ニューベリー、ジョン・ブリットンが入団。ニューベリーが11勝、ブリットンが打率3割の活躍を見せるが、2年連続7、球団中5位。西宮球場に、 ナイター設備が完成し、5月5日よりナイター試合が行われるようになった。阪急はこの年のナイター試合で26戦21勝と、夜の勇者のあだ名がつくほど強く、新加入のルーファス・ゲインズが14勝、ラリー・レインズが通るようになるなど、8月から9月には首位に立つこともあり、9月2日には大栄、半球、南海の3チームが、 ゲーム差なしのそれぞれ一輪差で並んでいたが、ここから南海が12連勝、逆に阪急は5連敗で優勝争いから後退し、最終的に南海と4ゲーム差の2位で終わっている。オフには、梶本モ雄が入団。新人の梶本モ雄がこの年の開幕戦の対、高橋・ユニオンズ戦で、初登板で、初先発し、初勝利を挙げている。 カジモトはこの年20勝を挙げる活躍を見せるが、チームは、その他の投手陣が安定せず、後半戦に息切れして8球団中5位。ラリーレインズが、首位打者となるが、この年限りで退団新加入のロベルト・バルボンが一番打者で163、あんだ、49盗塁を記録し、チームも、夏場まで好調だったものの、9月以降投手陣が、不調となり、 80勝を挙げたものの、99勝の、何回から19ゲーム差の余儀に終わる。米田哲也の入団に関して、阪神との二重契約問題が生じていたが、2月13日に、コミッショナー裁定で半球入りしている。その米田は9勝、梶本モ雄が28勝、種田博ロが17勝を挙げるなど、リーグ1の投手陣と、投類のシーズン。 日本プロ野球記録を更新した河野飽きてるの活躍で3位。監督は藤本貞義が就任。オフには地元の西宮出身で東京六大学では長島茂らと競い合って首位打者にもなった慶応の中田正弘が入団。1月25日、球団創設者である小林十三が死去。梶本貴雄が24勝。 米田哲也が21勝と米梶コンビが共に、防御率1点台の成績を残すが4位に終わる。オフには、立教大学の立教三バガラスの一人、元屋敷金吾が入団。前半戦を2位で折り返し、8月には首位に立つこともあり、南海西鉄との首位争いとなるが、3位に終わる。チーム73勝のうち、米田と梶本元で53勝を占めた。 米田・梶本が5月まで勝てず、チームは前半戦に8連敗、オールスターを挟んで8月1日に11連敗を記録し、球団史上最低勝率を更新する。369で5位に終わる。藤本貞義は、シーズン途中で監督を辞任しており、徳良勝城が指揮を継いだ。あまりの打撃の不振から、西宮球場にラッキーゾーンが設置され、 本類打は、前年より7本増えたが、それでもリーグ最低の数字で、相手チームの本類打も増える結果となり、梶本隆夫と、米田哲也が共に20勝するものの4位に終わる、中田・正弘が、南海の野村・克也と共に、最多本類打を獲得するが、得点力不足で、米田梶本は2年連続共に20勝だが5位に終わり、この頃には、 地味という意味で、灰色の阪急というあだ名が定着している。このオフ、コーチに、西本幸を招いている8月半ばまで2位を保つが、最終的には4位に終わっている。11月6日、西本が監督に就任。西本監督時代、梶本隆トが、プロ入りして、初めて勝利数が2桁に届かない5勝。米田哲也が、リーグ最多敗の23敗で、 投手陣は、石井茂雄が頼りという状況で、8連敗を3度記録するなど、最終的に57勝92敗1分で首位の、西鉄から30.5ゲーム差の再開に終わる。ダリル・スペンサーとゴーディウ・インリーが加入し、野球の戦術を熟知したスペンサーは半球に、考える野球をもたらし、やがて来る、黄金時代へと大きく貢献する。 チームは前半戦を首位で折り返し、南海との首位争いとなり、8月に、対南海戦3連敗で2位に落ち、9月12日に、南海との首位攻防戦に勝利し0.5ゲーム差としたが、直後に3連敗、9月19日の東京オリオンズ戦に、阪急が負けたことで南海が優勝、最終的に3.5ゲーム差の2位に終わる。 チームは前半戦だけで首位と27.5ゲーム差と、離され、打線はスペンサー頼みで、スペンサーは7月には、サイクルアンダーを達成し、野村克也と本塁打大争いとなるが、10月に、交通事故でシーズンを棒に振る。チームは4位に終わる。この年初めてドラフト会議が行われ、長池徳二や住友平が入団。 梶本隆雄が9月27日に15連敗を記録するなどこの年は2勝止まりで、打線は頼みのスペンサーが20本塁打63打点に終わり、チームも5位に終わる。10月14日、監督の西本幸男の新任投票事件が起きて、西本は G を表明し、球団は青田のボルを公認監督に進めるが、 それを聞いたオーナーの小林米蔵が自ら西本を説得し、西本は19日に辞任を撤回している。スペンサーが30本塁打、長池徳次が27本塁打するなど攻撃力がアップ、投手陣は、足立光弘が20勝、米田哲也が18勝、梶本隆雄が15勝を挙げる。オールスター前には2位に8ゲームをつけ、首位、10月1日。 対東映フライヤーズ戦のダブルヘッダーでは、第1戦に勝利、第2戦は、日没コールド負けとなるも、試合中に2位の西鉄が敗れたため、球団史上初のリーグ優勝を達成する。しかし初出場となる、日本シリーズでは巨人に2勝4敗で敗退。投手陣は、米田哲也が29勝、打線ではそれまで9年間で8本塁打の矢野清が、 この年27本塁打で10年目の新人と呼ばれる活躍を見せる。チームは南海との首位争いとなり、10月11日のともにシーズン最終戦を同率で並び、阪急は対東京戦2点ビハインドの9回裏に矢野が同点打を放ち、10回裏にサヨナラ本塁打で勝利を収めている。阪急の試合終了の8分後、 同時に試合を行っていた南海が近鉄に敗れたことで2年連続優勝達成。しかし日本シリーズでも2年連続で巨人に2勝4敗で敗退。ドラフトで後に花の44年組と呼ばれることになる山田久志、福本豊、加藤秀次が入団。近鉄との優勝争いとなり10月19日に 対近鉄戦に勝利して3年連続リーグ優勝達成。長池徳寺が本類だと打点の2冠王となる。しかし、日本シリーズは3年連続で巨人に2勝4敗で敗退。福本豊が1番に定着し始めてるようを獲得し、この後福本は13年連続で同タイトルを獲得することになる。山田久志が10勝を挙げるが、 打線が低調で4位に終わる。オフに、全広島コーチの上田理事を打撃コーチとして、招聘する。オールスター前までに2位に6ゲーム差をつけ、オールスター直後のロッテ戦に連勝で差を広げるが、この直後8連敗した。それでも9月28日のロッテ戦に勝利し、2年ぶり4度目のリーグ優勝達成。 長池徳寺が31試合連続安打を記録するなど MVP となり、山田久志が最優秀防御率を獲得。新旧戦力が噛み合った年になった。しかし、日本シリーズは巨人と4度目の対戦で、第3戦で9回西から山田が、大貞春に逆転さよなら3ランを打たれて敗れるなど、1勝4敗で敗退。オフには、東映の大橋城。 種重正幸らを、坂本都三、岡村浩二、佐々木誠吾との交換トレードで獲得。遺跡の大橋城と種重正幸が揃って、ダイヤモンドグラブを獲得するなど、守備が強化され、福本豊が、シーズン盗塁数のメジャーリーグ記録を上回る106、盗塁を上げるなど、最終的には2位に14ゲーム差をつける強さで、 9月26日に南海に勝利して2年連続5度目のリーグ優勝達成。しかし、5度目の巨人との日本シリーズでは2年連続1勝4敗で敗退。V 9時代の巨人とはこれが最後の戦いとなったが全ての年で3勝以上を挙げられずに敗退しており、V 9時代の日本シリーズで最も多く巨人に負けた球団となった。 この年よりパリーグは、前後期の2期制による、プレーオフ制度を導入。前期は3位に終わったものの、後期は前期優勝の難解に12勝0敗1分として、他球団を圧倒して10月5日に優勝する。半球有利と見られた難解とのプレーオフは、第5戦までもつれ、0対0で迎えた9回表に2点を取られて、3勝2敗で、難解の、 死んだふりに敗退し、西本幸男は監督を受任。西本の後任には、ヘッドコーチの上田理事が就任。この年のドラフト会議で、作新学院高等部、江川卓を1位指名したが、入団拒否。上田監督時代前期は、最終的に、ロッテとの優勝争いとなり、5月まで不調だった、半球は、 対南海3連戦に3連勝したことで調子を上げて6月20日に前期優勝決定。後期はロッテ、南海との優勝争いとなるが3位となり、通年では2位に終わる。ロッテとのプレーオフでは3連敗で敗退。前期は関西大学から松下電機を経て入団した新人の山口隆が7勝を上げるなどあり、優勝。 後期は6位だったものの、近鉄とのプレーオフでは、山口の2関東もあり3勝1敗で3年ぶり6度目のリーグ優勝達成。投手陣は、チーム最多勝が山口と山田久志の12勝だったが、この年の2桁勝利投手は、山口、山田らを含めて5人となった。打線では新外国人のボビー・イマルカーの、バーニー・ウィリアムスの活躍があった。 広島東洋カープとの日本シリーズでは4勝0敗2分で6度目の日本シリーズで初めて日本一を達成。ただし前述の通り後期が最下位だったことが影響し年間勝率は2位だったため年間勝率2位以下で日本シリーズに出場しシリーズ優勝を成し遂げた最初の球団となった。さらに年間勝率2位以下で 初の日本シリーズ優勝を成し遂げた球団は、半球以外は出ていない。山田久志が最多勝を獲得し、この年より、日本プロ野球史上初の3年連続 MVP を獲得。福本豊が、盗塁王、加藤秀治が、打点王になるなど、花の44年組が、いずれもタイトルを獲得し、半球史上最強の年とまで言われ、 全後期とも優勝で2年連続7度目のリーグ優勝達成。4年ぶりに巨人との6度目の日本シリーズとなったが、半球が3連勝の後、巨人に3連勝されて迎えた第7戦は、足立光弘が完投し、4勝3敗で日本一達成となり、全校休勝の状態で日本一となったため、球団初の完全制覇を達成した。前期は何回、南海。 近鉄との在阪3球団による優勝争いとなり、6月3日からの対南海戦を3勝1敗とし、64試合目に優勝決定している。後期は先行するロッテ、それを追う阪急との優勝争いとなり、近鉄との最終3連戦で3連勝すれば、逆転の可能性も残っていたが、近鉄に敗れたことで1分2輪の差で2位に終わる。 ロッテとのプレイオフでは3勝2敗として3年連続8度目のリーグ優勝。2年連続巨人との日本シリーズは山田久志の投打にわたる活躍で4勝1敗で3年連続日本一を達成。投手陣では新人の佐藤義則が7勝を挙げて新人王を獲得。打線では代打本塁打の記録を持つ高井康弘が二年前より導入された。 指名打者制のおかげで、レギュラーに定着し、この年は4番にも入っている。全後期ともに優勝し4年連続9度目のリーグ優勝。投手陣ではこれまで6勝の今井雄太郎が完全試合を達成するなど、2年目の佐藤義則と共に13勝を挙げ、打線では、ミノタコウが、レギュラーに定着、この年より8年連続ダイヤモンドグラブを獲得する。 活躍を見せる。ヤクルトスワローズとの日本シリーズでは3勝3敗とした、第7戦、ヤクルトの大杉勝雄のレフトポール際への本塁打の判定をめぐって、監督の上田が1時間19分の猛抗議をするも、判定は覆らず。先発していた、足立光弘が試合再開後に降板し、ヤクルトの松岡博史に完封されて3勝4敗で、シリーズ敗退。 上田は抗議の責任を取る形で、翌日監督を辞任。梶本隆雄が監督に就任する。前期は、近鉄とは1ゲーム差の2位に終わる。後期は優勝で、近鉄とのプレイオフに3連敗で敗退し、5年ぶりに、リーグ優勝を逃す。加藤英二が、首位打者と打点王の二冠王。山田久志、山口隆の故障もあり、前期4位。 後期は5位で10年ぶりの B クラスとなる5位に終わり、梶本は監督を辞任し、投手コーチに降格。後任には、上田理事が3年ぶりに監督に復帰。エースの山田久志が13勝12敗で貯金を作れず、前期3位、後期2位の通年2位。前期は2位で、この年山田が16勝するなど復調したが、後期は、 主軸打者が不審で5位となり、通年でも4位に終わった。広島の水谷実尾が、加藤英二とのトレードで入り、水谷は4番で36本塁打、114打点で、打点王になり、トリプルスリーを達成した、三ノ田コ二や、ブーマーウェルズらと、強力なクリーンアップを形成するものの、チームは、首位のセーブと17ゲーム差の2位に終わる。 開幕から3連勝し、5月から6月にかけて、球団記録の13連勝で、独走体制に入り、9月23日の対、近鉄戦で6年ぶりに、リーグ優勝達成。ブーマーウェルズが外国人選手初の三冠王を、獲得も、広島との日本シリーズではブーマーが、徹底的にマークされ、3勝4敗で敗退。この年が、半球最後の優勝となった。 勝ち越す者の,の首位の西ブと15.5ゲーム差、3位の近鉄とゲーム差なしの一輪差で4位に終わる。6月4日に近鉄と首位が入れ替わると、そのまま交代し、3位に終わる。佐藤義則の故障などで、先発陣が不足するなど、監督の上田は、選手層が薄いと実感したとコメントした1年となった。首位の西武と9ゲーム差の2位となるが、 かつての先発三本柱の山田久志が7勝、佐藤義則が7勝、今井雄太郎が4勝に終わる。開幕10試合で1勝9敗で、シーズン通して3位以上とならないまま、監督の上だとして、初の負け越しで4位となる。阪急電鉄の創立記念日でなおかつ10.19で知られる試合が行われた10月19日、球団が、 オリエントリースに買収されることが発表され、この年が、阪急ブレーブス最終年となった。オフには、山田久志と、福本豊が、現役引退。また、この年同じく大英球団買収となった南海の角田博光が、大栄球団の本拠地の福岡へ行くことを拒み、オリックスに移籍。 上田監督時代球団を買収した、オリックス社長の宮内義彦1988年11月4日、正式に、阪急電鉄から、オリエントリースに球団が譲渡球団名は、オリックスブレーブス、会社名は、オリックスブレーブス株式会社にそれぞれ変更された。阪急グループの娯楽事業では、阪急ブレーブス、宝塚歌劇団が、 いずれも1980年代には年間8億円の赤字を出していた。ブレーブスはオリックスに売却し、自助努力で採算工場が可能な宝塚歌劇団に集中投資することになった。阪急時代には無料券を配布して試合に客を集めていたが、鉄道収入と球場売店の売り上げはあった。親会社がオリックスになってから、 無料券の配布は廃止された。球団事務所はそれまでの大阪府大阪市北区、角田町から、同志同区曽根崎新地に移された。球団オーナーは、小林公平から宮内義彦オリックス社長に交代し、球団社長に近藤康夫が就任した。球団幹部の一般公募を実施し、その結果として、丸善石油出身の意。 矢野重慶が1989年には、常務取締役事業本部長、定人出身の金光千尋が、取締役事業本部長に就任した。球団上都とともに、ユニフォームは、黒と赤を基調とした配色から、オリックスブルーとブレーブスゴールデンイエローのデザインへ変更され、ブレーブスの赤は、ヘルメットの差し色に継承された。当初は、ブレーブスの愛称と、 阪急西宮球場の使用が継続されたが、1988年に完成したグリーンスタジアム神戸を準本拠地とすることも合わせて発表された。グリーンスタジアム神戸は、阪急時代だった1988年5月の対南海戦でも使われたが、1989年には主催試合が14試合と増加し、1990年も13試合、組まれた。 監督は上田が続けた。球団上渡後の初年度となったシーズンは、開幕8連勝で、スタートダッシュに成功。南海から移籍した、角田博光を加えた、ブルーサンダー打線がチームを引っ張ったが、9月25日の、大栄戦で、角田がブーマートをハイタッチした際に脱球し戦線を、離脱、投手陣の駒不足も深刻でエース佐藤義則と、 ルーキーの坂井つが、すべてのポジションを担っていたがシーズンが進むにつれ、スタミナ切れで失速したことが響き、優勝した近鉄に、ゲーム差なし、勝率一輪差の2位となった。坂井は、西部の渡辺富夫との新人王争いを制し、新人王に選ばれた。ブーマー、福良淳一の怪我や不調、また課題だった、投手陣の整備ができず、 西部の独走を許す形になり2年連続の2位に終わる。上田監督が辞任し、門田は退団した。土井監督時代1991年より40年以上も本拠地としていた西宮球場からグリーンスタジアム神戸に本拠地を移した。オリックスはコンサルタント会社を使って西宮球場周辺の市場リサーチをしたが、 西宮球場は、競輪場と兼用していたため、公営競技である競輪が行われる場所は、男がビール片手に集まる場所とのイメージがあった。西宮周辺は、女子大学が多いにもかかわらず、野球観戦をする女子大生らが足を運びにくいとの調査結果が出たのが、本拠地移転の動機だった。移転の候補地としては、札幌市や千葉市。 大宮市も検討されたが、結局は、グリーンスタジアム神戸に決まった。その理由は、すでに同球場が、準本拠地のような位置づけだったことに加え、神戸市から、熱心な誘致活動を受けたことが要因である。市当局からは、グリーンスタジアム神戸への大型スクリーン設置の約束を取り付け、入場者数によって、球場使用料を変えたり、球場内の売店の売上や、 広告収入を球団と神戸市が接班したりするなど、当時の慣例にとらわれない使用契約を結ぶことができた。本拠地点と同時に、公募の結果チーム名を長年使用したブレーブスからブルーウェーブに変更、オリックスブルーウェーブとなる。担当記者たちは長年チームを率いた上田の後任は二軍監督の福本豊が最有力だと思っていたが、 土井肖像になり、脱藩休職が進んでいった。開幕後連敗で、スタートダッシュに失敗。以降も4月24日から6連敗、5月6日から8連敗を喫死し、5月終了時点で14勝27敗で、最下位に沈むなど低迷したが、当主では、新人の長谷川重俊野手では7年目の高橋聡の活躍もあり6月以降は、復調。 しかし自慢のブルーサンダー打線はうまく機能せず、投手陣も若手ベテラン問わず部長や怪我があり3位に終わる。この年のドラフトでは1位で田口壮、そして4位で鈴木一郎を獲得した。ブーマーが退団。開幕圏はこの年から新しく本拠地を千葉マリンスタジアムに移転した千葉ロッテが、 本拠地の開幕戦を熱望したため、交渉の結果オリックス側が譲渡した。前年リーグ3位の打率ながら、本塁打と打点は、リーグ4位と、シュート半端な打撃成績の一方リーグ5位の失策数もあり、脱ブルーサンダー脱戦、つなぎの野球、守り重視の野球を目指したが、前年に続き4月8日から5連敗、5月9日から8連敗と、序盤から低迷。 脱ブルーサンダー打線も打率こそリーグ2位になったが本塁打数はリーグ再開と苦しみや主人の怪我や不調を投手陣がカバーするのがやっとで年間成績は首位セーブと18ゲーム差でまたしても3位に終わる。阪神から松永博美とのトレードで野田浩二を獲得。阪神から遺跡の野田が最多勝ちに輝く活躍を見せたが 半急世代のベテランらが目立った活躍ができず、3年連続の3位に終わり、土井は監督を退任し、公認に、大木明が就任した。第1次、大木監督時代、大木の下で、レギュラーとして起用された一郎は、初の規定打席到達にして、日本新記録の年間210安打を受立し、当時のパリーグ新記録となる打率、385を記録。 その功績に対して、オフには、勝利期松太郎賞が贈られた。また、それまで内野手だった田口を、外野手に転向。左翼、田口、中堅、元西敦弘、右翼一郎は、当時12球団最強の外野人と言われるほどの、守備力の高い婦人となった。開幕から、主力投手陣の不調や大砲不在と苦しい、スタートだったがこの年から導入された。 予告先発をうまく利用した種の先発オーダーを展開。前半は佐藤義則、山沖幸彦の両ベテランが支え、後半は主力投手陣が本来の力を取り戻し優勝争いにも加わった。しかし、最多本類打が一郎と藤井の13本が最高と、大砲不在が最後まで響き最終順位は2位に終わった。それでも、一郎フィーバーに、 後押しされたチームは、観客動員も、球団記録を大幅に更新した。1月17日に発生した阪神、淡路大震災では、当時の本拠地、神戸市が甚大な被害を受けた一方で、神戸市西区内の強い地盤の上に立つ、青東間では、被害が警備に留まった。そのため、震災の直後には、館内に備蓄していた水や食料を、 近隣の被災者へ無料で配布した。球団関係者は全員無事だったものの、春季キャンプ以降のスケジュールの大幅な変更を余儀なくされたほか、一時は神戸での試合開催が危ぶまれた。しかし、地元、神戸市出身の区内オーナーが、こんな時神戸を逃げ出して何が、市民球団だ。数とも来なくてもいいから、スケジュール通り絶対、神戸でやれという表現で、 神戸での開催を主張。結局、当初の予定に沿って、神戸で公式戦を開催することが決まったため、チームは、頑張ろう、神戸を合言葉に、シーズンへ臨んだ。被災した神戸市民を励まそうと一丸となったチームは、6月には、月間20勝を超える躍進を見せ、ペナントレースは、独走状態となり、7月末に早くもマジックが、点灯した。 前年までの覇者西部には直接対決15連勝を記録し、6年ぶりに勝ち越し、対戦成績では21勝5敗と大きく勝ち越した。また、4月19日の対ロッテ戦で、野田浩二が1試合脱三振19の日本新記録を達成すると、佐藤義則が8月26日の対近鉄戦で、当時の史上最年長でのノーヒットノーランを記録。 また2年目の平井選手が、抑えの切り札として、当時の日本記録となる42セーブポイントを挙げた。マジック1とした後の地元神戸での4連戦に、全敗し、念願の地元胴上げはならなかったものの、セーブ球場で行われた9月19日の対、西部戦に勝利し、1984年以来11年ぶりに、して、球団上と5発のリーグ制覇を達成した。 日本シリーズではヤクルトスワローズに1勝4敗で敗れたが被災地と共に戦うチームの姿は大きな感動を呼びファンは熱烈な応援でチームを支えたこの年の神戸とブルーウェーブの関係はホームタウンとプロスポーツチームの理想的な関係として各方面で取り上げられた日本ハムに先行を許し5ゲーム差の2位で前半戦を終えたが 後半戦に入ると日本ハムとの直接対決で5連勝を記録し8月末に首位に立つ9月23日の日本ハムとの直接対決では一郎のサヨナラ安打で勝利を収めリーグ2連覇と2年越しの神戸での胴上げを実現した8月17日から優勝決定までは21勝4敗2分という驚異的な勢いであった日本シリーズでも 巨人を4勝1敗で下し、地元神戸で1977年以来19年ぶりにして、球団上と5発の日本一に輝いた。この年は、観客動員数も大幅に伸び、過去最高の179万4000人を記録している。1991年新人王の長谷川重俊が、MLB アナハイムエンゼルスに移籍。 4月5月はほぼ勝率5割であったが、6月になると、月間16勝3敗1分という快進撃を、見せ主位に浮上。8月上旬の時点で2位西部に4.5ゲーム差をつけ、リーグ3連覇を視界に捉えたが、そこから、投手陣が崩壊。さらに、若返りを焦ったあまり2連覇に貢献したベテランを、相次いで放出してしまった結果、 勝負所で、若い選手のミスが敗戦につながり、西部とのマッチレースに敗れ、2位に終わる。なお、23年ぶりに全球団に勝ち越しながら、優勝を一するという珍記録も残している。オフに、中島聡が、西部に、FA 一席。開幕6連敗を喫するなど波に乗れないまま、借金14の再開で前半戦を折り返す。後半戦に入ると復調し、 リーグトップの勝率を記録、最大15あった借金を完済したが、勝率5割の3位に終わった。また、優勝戦線には一度も絡めず、激戦のパリーグの中で、唯一首位に立てなかった。この年のドラフト会議で、沖縄水産高校の荒垣渚を指名し、交渉権を獲得したが、入団交渉は難航し、球団編成部長の三輪田勝利が自殺するという、 事態が起きた。荒垣は入団せず九州協立大学に進学し、後に大英に入団している。8月半ばの時点では、首位大英と4ゲーム差の3位につけていたが、そこから大英と2位の西部に合わせて6連敗を喫し、優勝戦線から脱落。最終的には、打率リーグ1位、防御率2位となったものの、若手の伸び悩みが目立って3位に終わった。 この頃から1995年と1996年のリーグ連覇を担った選手たちが引退、トレード FA 等で次々とチームを去っており弱体化の傾向が目立つようになる。そしてそれ以降は優勝争いができないシーズンが続くことになる。ファームの収益性改善、独立採算を目指し、ファームのチーム名をサーパス神戸に解消した。 ファームとは、本来選手がいてはいけないところという理念のもとに、ファームの改革に着手する。シーズン序盤は大英、西部と、州争いを繰り広げ、位と0.5ゲーム差のサニーで前半戦を折り返したが、8月に4位に転落すると、一郎の戦線離脱が追い打ちとなって、A クラス争いからも脱落。結局4位に終わり、オリックスへの球団上渡後としては初。 球団としては、阪急時代最後のシーズンである1988年以来12年ぶりに B クラスに転落した。また、シーズンオフには一郎がポスティング制度を利用して大リーグのシアトルマリナーズに移籍した。この年オフから3年間、ドラフト会指名選手は契約金ゼロでの入団を実行するなど、若手に、 ハングリー精神を植え付けようとする試みを始めた。ものの効果は出ず、チームの弱体化に歯止めはかからないままだった。ハンファイーグルスから獲得したぐ、ウツアキラや、新人の大久保勝信を加えて臨んだ。一郎の守っていた右翼では、若手のかつ育夫がレギュラーを確保し、大久保も、抑えとして、新人王を獲得する活躍で、8月初旬では、 首位近鉄に2.5ゲーム差の位置につけていた。しかし、8月下旬に7連敗を喫し5位にまで、転落すると9月26日の対近鉄戦では、大久保が北川博都に、代打逆転サヨナラ満塁優勝決定本塁打を、喫した。終盤に盛り返し、シーズンを4つの勝ち越しで終えたものの、順位は4位と2年連続の B クラスに終わった。 このシーズンをもって、大木は、監督を退き、後任には、石毛博則が就任。この年に、左翼のレギュラーで、チームの精神的支柱の田口壮が、FA 宣言を行い、大リーグのセントルイスカージュナルスに移籍した。石毛監督時代この年は、チーム打率、235と極端な頻打に悩まされた。この貧打により、主戦投手の金田正彦が、 防御率2.50で最優秀防御率のタイトルを獲得するも4勝9敗。グッ、打つ明もリーグ2位の防御率2.52を記録しながら5勝7敗と、投手陣を見殺しにする試合が多く、阪急時代の1963年以来39年ぶりとなる球団史上2回目の再位に転落してしまった。特に接戦に弱く、 1>, 1点差だと15勝23敗、2点差だと8勝21敗であった。5月14.15日には、大英の主催ゲームとして、台湾、台北市立安野道球場で2連戦を開催。球団としては、阪球時代の1962年に、当時の米国統治下にあった沖縄での対大前戦、以来40年ぶりの日本国外での試合となった。また、 藤井康夫がこの年をもって引退した。前年の極度の頻打を受けて、シーズンオフには、メジャーリーグで将来を職望されたルーズベルト・ブラウン、ホセ・オッティズや中日で、本塁打王を獲得した実績のある山崎岳など長距離砲を積極的に補強したが、大砲に偏った構成が響いて、開幕から打線のつながりを欠いて低迷。当初不審にあえいでいた。 外国人選手の起用をめぐっての球団との対立もあって4月23日に石毛は解任された。レオン監督時代公認監督には打撃コーチを務めていたレオンリーが就任し、オーティズを二塁手で起用するなどの極端な攻撃重視のオーダーを組んだ。これにより打率と本塁打の向上こそ見られたが、得点力には必ずしも結びつかず、逆に投手陣に 故障や不審が続出したところに、ブラウンやオーティーズなど守備力に難がある選手が多かったことが重なり、ディフェンス面が壊滅。特に、7月26日から8月1日までの1週間で91失点し、その後も大量失点する試合が目立った。結局、シーズンを通しての失点は927にも上り、 シーズン通してのチーム防御率も5.95という日本プロ野球史上ワーストの成績に終わる。特に対大英戦では2 7失点以上を6月から9月にかけて毎月に計4度記録するなど守る欄が目立った。48勝88敗4分最終的な借金が40と大惨敗であった。球団史上初の連続再開となりレオンが隕石辞任。 公認にはこの年まで西部の監督だった、伊原春樹が就任。オフに、大英から FA で、村松友人を、阪神からムワを獲得している。伊原監督時代工述する近鉄との、球団合併問題が発生し、ブルーウェーブとしての最後の年となった。この年もチーム防御率5.66と、投手陣が崩壊し、3年連続再開に終わっている。 特に大英には4勝23敗、うち後半戦は10戦全敗と大敗した。これはこのカードの最多敗戦記録であり、プロ野球全体でも同一カード最多敗戦対記録である。後半戦で全敗したことについて、当時監督だった伊原春樹は、後半戦は大英戦の前に、いつも西部戦が組まれていて、大英戦ではまともな投手がいなかったと述べている。 また、山崎武史や川越秀隆といった一部の主力選手と伊原との確執も囁かれていた。9月27日のヤフービービースタジアムでの最終戦は合併相手でありこちらもこの試合が球団として最終試合となる対近鉄戦となったが7から2で勝利している。 6月13日、日本経済新聞により、大阪近鉄バファローズとオリックスの球団合併が報じられ、球団合併を両球団が検討していることが判明した。以後、右予曲折を経て12月1日、球団経営の抜本的立て直しを目的として、同じパリーグの近鉄と合併することとなり、オリックスバファローズとなった。なお、 この時に、選手分配ドラフトが開催され、選手の約半数を新規参入球団東北楽天ゴールデンイーグルスに譲渡している。合併後の監督には、近鉄、オリックス両球団で、監督経験のある、大木明が復帰。保護地域に関しては、兵庫県を保護地域としてきた阪神タイガースとの兼ね合いもあり、2007年度までの3年間のみ、暫定措置として、 従来からのオリックスの保護地域である、兵庫県と近鉄の保護地域だった大阪府の両方を、阪神タイガースと共に保護地域とする、ダブルフランチャイズの形が取り入れられ、神戸総合運動公園野球場と大阪ドームの両方を実質的な本拠地球場とした。球団事務所については引き続き、神戸市内に置くこととなった。第二次、大木監督時代合併により、 近鉄から有力選手が加入したことに加え、扇が監督に復帰したことから、戦力は大幅に向上して臨んだシーズンとなった。扇は肺眼に侵されながらも、指揮を取る扇の下でチームは最後まで A クラス争いを続けたが、4位でシーズンを終え、A クラス入りプレイオフ進出を逃した。シーズン後に、扇は監督を退任し、公認に、 球団ゼネラルマネージャーだった中村勝弘が監督に就任。編成を司る GM より監督への就任は日本球界初となる。オフに大際、大木は球団シニアアドバイザーに就任するも、12月15日に肺がんによる呼吸不全のため70歳で死去した。巨人を自由契約となった清原和弘を獲得。 ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んでいた中村の博が1年ぶりに復帰。中村監督時代、清原や中村、広島を戦力外となったトム・デビー、ロッテからはダンセラフィに新外国人のジェイソン・グラボー・スキーなどを獲得し、シーズンに臨んだ。デビーは開幕から高騰を続け、開幕投手の川越も期待に応えたが清原と中村は、 故障に苦しみ、前年から在籍するクリフ・ブランボーは不審で、ガルシアは試合前の超電話で、中村監督の怒りを買うトラブルを起こして、成績も不調で、前年奮闘した、リリー夫人も、菊池原武と、加藤大輔を除けばほとんど調子を落とし、低調な戦いが目立った。また、に吉友も不審を脱却できず、規定打席に到達したのは、村松。 塩崎誠、谷の3人だけと主軸を固定できなかった。8月27日の北海道、日本ハムファイターズ戦で敗れて7年連続、B クラスが確定し、26年ぶりの5位に終わった。成績不振の責任を取って中村が、監督辞任、後任は、テリー・コリンズが就任。11月20日より、これまで、神戸市にあった、球団事務所を、 大阪市北区道島に移転した。この結果、球団業務の大半は大阪に集約され、一方の神戸事務所は神戸営業部等一部の業務のみに希望、縮小するなど、球団の経営機能は大幅に大阪にシフトしていくことになった。一方で、選手の入団会見や契約公開は現在でも主に神戸にて行われる。また、 専用球場の登録はこの年に限り、暫定的に神戸に移したが、シーズン終了とともにまた大阪に戻し、試合数を大幅に増やすことになる。コリンズ監督時代1月6日に、前川勝彦が大阪市内で、引き逃げ事故を起こし、さらに無免許だったことが発覚して、業務上過失障害と、道路交通法違反の疑いで逮捕された。これを重く見た球団は、 1>, 1月18日付で前川を懲戒処分として所属契約を解消。その騒動の最中だった1月17日に大幅な原報を提示されて契約交渉が決裂した中村の博も同様に契約を解消した。このほか球団の編成も完了している時期の契約解消について選手会が野球協約上。 問題のある交渉ではないかと批判している。低迷期より、主戦打者だった、谷義友を、鴨志田隆長田正宏とのトレードで巨人に放出した。シーズン開幕前に、タフィローズを獲得して臨んだシーズンだったが、選手起用などで混迷は続いた。4月下旬から5月半ばにかけて17試合で1勝16敗と、大きく負け越すと、優勝争いは愚か。 A クラス争いにすら加わることなく、パリーグタゴ球団に負け越し、3年ぶりの再会となった。オフに、かつてオリックスに在籍していた全巨人のジェレミー・パウエルの獲得を発表したが、1月29日になって福岡ソフトバンクホークスとの間で二重契約問題が発生し、パウエルはソフトバンクに入団している。この年より、 協約上での保護地域を大阪府に統合。3月1日にこれまで共同出資を行っており、袖のユニフォームスポンサー契約を結んでいた近畿日本鉄道とのスポンサー契約を更新しないことが発表された。これにより近鉄は1949年の近鉄パールス創設以来関わってきたプロ野球事業から完全に撤退した。 シーズン開幕から4月までに12勝19敗と、シーズン序盤は低迷が続き借金生活に。結局5月21日に、コリンズが辞任を発表した。この辞任を受け、大石大二郎ヘッド兼内野守備総類コーチが、監督代行に就任し、8月2日に監督に昇格した。大石監督時代交流戦優勝トロフィーと、 賞金だて2008年の監督代行時代も含める。大石の監督代行就任後、6月3日の巨人戦に勝利し、阪急時代も含めて、通算4500勝を達成するなどチームは持ち直していった。9月24日の対ソフトバンク戦に勝利して2001年シーズン以来7年ぶり、オリックスバファローズとしては、初のシーズン勝ち越しを決め、 9月29日の対、西武戦に勝利して、初のクライマックスシリーズ進出を決めた。2位で終わり、クライマックスシリーズでは、第1ステージで3位日本ハムと対戦。2連敗で敗れ日本シリーズ出場はならなかったものの、15勝を上げて、新人王を獲得した小松清を筆頭に、山本翔吾、金子千尋、近藤和樹が、先発10勝。 加藤大輔が、最多西部、坂口智隆は、ゴールデングラブ賞、タフィローズは、打点王を獲得するなど、チームの戦力は大幅に充実した。清原和弘が現役を引退した。1月19日に、ファームとネーミングライツを契約していた、穴吹公務店との契約満了に伴い、10年ぶりに、ファームのチーム名が、 サーパスから一軍と同じオリックスバファローズに変更された。2月23日、ビジター用ユニフォームと球団機のデザイン変更が発表される。3月28日、関西プロ野球球団初の球団公式チアリーリングチームがデビューし、4月10日にチーム名 BS ドリームスが発表された。この年は、 楽天を対談したホセ・フェルナンデスを加え、ローズ・アレックス・カブレラ・グレッグ・ラ・ロッカの4人で、ビッグボーイズを結成するなどし、開幕前の野球解説者の予想でも上位に挙げられていたが、これら4人の外国人選手全員が、死球などで全員が骨折するなど、極度の不運に見舞われ、主力選手の多くが怪我で離脱した。先発投手陣も、 前年大活躍をした小松が開幕から大不振に陥ったのをはじめ、近藤が5月から不調に陥り、復帰した、平野和も開幕直後に、体調不良で戦線離脱、開幕から金子と共に校長を維持していた、岸田守も故障で離脱した。さらに、抑えの加藤を要するリリーフ陣も、不安定な投球が目立ち、9月以降は、 先発要員の金子が抑えに起用された。チームは5月に9連敗、6月に7連敗と大型連敗を繰り返し、6月は4勝14敗と大きく負け越して低迷。6月10日から一軍投手コーチの赤堀元幸をブルペン、一軍投手コーチの清川英二をベンチに配置転換した。 6月18日からは一軍チーフ投資コーチの佐々木、おさむを二軍投資コーチに降格、先日一軍投資コーチとなった、清川英治を一軍チーフ投資コーチに昇格する、人事を発表している。しかし、これでも、校長の兆しは最後まで見られず、優勝した日本ハムに8勝16敗、2位、楽天には4勝19敗1分と大きく、 負け越すなど苦戦を強いられ、9月にはシーズン3度目の6連敗を喫した。9月9日の大楽天戦で敗戦を喫して2年ぶりにシーズン負け越しが決定。9月27日の対ロッテ戦で引き分けになり、勝率差でロッテに及ばなくなったため2年ぶりに再開となった。その責任を受けて中村 GM と大石監督を解任。 大石の公認には2008年まで阪神の監督を務めた岡田明信が就任した。岡田監督時代1月23日にシカゴカブスを自由契約となっていた田口総が9年ぶりに復帰。だが2月5日にキャンプ地の宮古島市のホテルで小瀬広之が転落死する事態が起きた。直後に西部から安倍正宏とのトレードで赤田翔吾を獲得。 3月20日から3月26日まで1989年以来のパリーグ開幕4連勝を果たす。4月2日から4月7日まで5連敗、合計37失点と大量失点されたこともあり、4月8日に1軍バッテリーコーチの三輪の高志が2、軍バッテリーコーチに、降格、2軍バッテリーコーチの吉原康介を1軍。 バッテリーコーチに昇格する人事を発表した。交流戦に入ると16勝8敗の好成績を残し、6月13日の対横浜ベイスターズ戦を7から2で勝利し、交流戦6年目で初優勝した。交流戦後の後半戦に入ると一時は3位に浮上したものの、主力選手の不振等で連敗を繰り返し、 その後も CS 出場圏内に止まっていたが、9月26日に日本ハムが勝ち、勝率差で日本ハムには及ばなくなったため、2年連続 B クラス、9月28日に4年ぶりの5位が決定した。T 岡田が本塁打王、金子千弘が最多勝ちを獲得した。オフに横浜から山本翔吾、北義との2対2トレードで寺原隼人、 高宮和也を獲得。オリックスバッファローズ改造計画と称し、球団機、ユニフォームペットマークロゴマークを全部一新、新マスコットを導入した。一方、既存マスコットは引退となった。4月29日に、金銭トレードで、竹原直隆を獲得。交流戦は2位。チーム防御率、リーグワーストと、 投手陣が低迷していたため8月3日付で一軍、投手チーフコーチの福間治を育成担当へ降格。育成担当の赤堀元幸は一軍投手コーチに昇格し、ブルペン担当だった小林博士はベンチへ昇格した。4年連続でシーズン中に投手コーチが交代することになった。その後、8月28日の対ロッテ戦から9月7日の 大楽天戦まで1997年以来14年ぶりの9連勝を達成した。9月は18勝6敗1分という好成績で3位となり、調子を落とした2位の日本ハムと一時は1.5ゲーム差にまで縮めるが、10月は3勝9敗1分と調子を落とし、最後は西武との3位争いの末、18日のシーズン最終戦においてオリックスが ソフトバンクに敗れ、同じくこの日最終戦だった西部が日本ハムに勝利したため、わずか勝率一猛差で4位に転落し、3年連続の B クラスに沈み、3年ぶりの A クラス入りとクライマックスシリーズ出場を逃した。オフに、李昌陽、ボクサン、ヒロシ、加藤大輔、田口壮が対談した。西部から元名決、韓国のロッテジャイアンツからリオーハルを獲得。 3月28日にメジャーリーグに挑戦していた伊川慶を獲得。4月19日に勝率5割とした以外はすべて勝率5割を切った。月間別勝率でも7月と10月に勝ち越した以外はすべて負け越し、6、8、9月は勝率3割台で、9月には12連敗で、球団記録を更新するなど、 大記録となった9月24日の対ロッテ戦で再開が確定。25日にシーズンの最後まで指揮を取ることになっていた監督の岡田とヘッドコーチの高城信弘が休養し合わせてチーフ野手県内野守備総類コーチの森脇康二が監督代行として指揮を取ることを発表した。森脇監督時代2012年の監督代行時代も含める 9月25日の対ソフトバンク戦に敗れ、連敗の球団新記録となり、26日の対ソフトバンク戦に勝利して、連敗を止め、森脇の監督代講就人以降の成績を7勝2敗とした。10月8日、シーズン最終戦で、国母勇気の引退試合となった、対ソフトバンク戦では、西勇気が、ノーヒットノーランを達成した。 監督代行の森脇が翌年から正式に監督として指揮を取ることを発表した。チーム打率、防御率は共にリーグ最低で最下位チームからは史上6人目の打点王となったリオハルが打点を挙げた試合では30勝27敗2分と勝ち越すが打点0の試合では27勝50敗8分と大きく負け越した。 北川博人氏が現役を引退した。オフに寺原隼人がソフトバンクに FA 移籍阪神より国内 FA 権を行使し移籍を希望していた平野健一が6年ぶりに復帰。1月11日に高宮和也が FA で6年ぶりに復帰した平野恵の人的保障として阪神に移籍12日にソフトバンクに FA 移籍した。 テラハラの人的保障として、マハラ・タカヒロ、25日に、日本ハムから木サヌ博、大引刑事、赤田・翔吾との3対2トレードで、伊藤・義雄、八木智也を獲得。エースの金子・千尋は怪我のため、オープン戦に登板できなかったものの、ぶっつけ本番で、開幕投手を任され、高騰した。交流戦は13勝10敗で、巨人。 日本ハムロッテと同率の3位とした。10月1日の対ソフトバンク戦に2対9で敗れ、5年連続 B クラスが確定、クライマックスシリーズ進出を逃し、10月6日の対ロッテ戦に3対1で勝利し、3年ぶりに5位が確定した。個人では金子千尋が24勝無敗の異業を成し遂げた楽天の田中正宏に沢村翔は譲ったが、 田中もできなかった、沢村賞の選考基準全項目を満たし、脱三振王のタイトルを獲得した。また、糸井は3番ライトを担い、この年も24本塁打を記録した4番のリ、大春、5番のアーロムバルディリスと共に、強力なクリーンアップを築き、自身5年連続となる打率3割、ゴールデングラブ賞を達成し、自己最多の安打、本塁打。 投塁を記録するなど、投打の柱は共に活躍した。しかし、オフに、リオ・ハルが、ソフトバンク、アーロム・バルディリスが、DNA に移籍。日本ハムを自由契約となった、坂木原良を、育成選手、巨人を自由契約となった、丸も健一を支配下選手として、東北楽天ゴールデンイーグルスから後藤高村とのトレードで、鉄底を獲得。後藤のトレードにより、 た球団への移籍を一度も挟むことなく、オリックスブルーウェーブ時代から一貫して、オリックスバファローズに在籍し続けたハエヌキ選手は一人も、いなくなった。読売ジャイアンツを自由契約となった、谷吉友が8年ぶりに復帰。4月を首位で終えると、ソフトバンクとの熾烈な首位争いを繰り広げ、19年ぶりに、前半戦を首位で終える。 9月17日には6年ぶりの A クラスとクライマックスシリーズ進出が決定。ソフトバンクとの優勝争いは続き、9月終盤には残り試合数の関係で一時は2位ながらも優勝マジックが点灯した。10月2日のソフトバンク戦、オリックスはこの試合に勝てば残りシーズン2試合を2連敗さえしなければ18年ぶりのリーグ優勝。この試合が シーズン最終戦となるソフトバンクはこの試合に勝てばリーグ優勝という事実上の優勝決定戦を迎える試合は9回では決着がつかず延長に突入するが10回裏にサヨナラ負けしたことで優勝を逃し1位との勝率わずか2輪の差で2位に終わった日本ハムとの CS ファーストステージでは1勝2敗で敗退したこの年は 各選手が、キャリアハイレベルの成績を達成し、打撃陣では3番や4番を務めた、伊藤義雄が、前半戦終了時点で、打率、安打、盗塁、出塁率、超打率で、トップに立ち、最終的に19本塁打と81打点、31盗塁に加え首位打者と最高出塁率の、 タイトルを手にする大活躍を見せると、ソフトバンクから移籍したウィリー・モーペーニャも32本塁打、91打点の活躍で対談した、リオ・ハルの穴を埋め、ティ・オカダも24本塁打を放ち、チームとして、長打力が大幅にアップ。また、西部から移籍した、エステバン・ヘルマンが30盗塁、足立良一が29盗塁と課題の機動力も大きく向上した。 投手陣では、最高値、最優秀防御率、最高勝率の投手3冠に輝き、球団史上初の沢村賞を獲得した、エース金子千尋に、開幕8戦全勝の球団記録を受立した西、西勇貴、さらに9勝を挙げたブランドン・ディクソンら先発陣に、48ホールドポイントを挙げ2年連続ホールド王に、輝いた、佐藤達也。 当時パリーグ新記録の40セーブを挙げ初のセーブ王を獲得した平野和に加え32ホールドのマハラ・博パリーグ記録の34試合連続無失点を記録したヒカツヨ55試合に登板した岸田守ら強力なリリーフ陣の活躍でリードした試合は落とさない安定した戦いを見せたチームが好成績を残したことでオフに フロントが大型補強を観光。日本ハムから FA 権を行使した小屋の英一、メジャーリーグに挑戦していた中島博之、DNA からトニ・ブランコ、広島からブライアン・バリントンを獲得。戦力流出の阻止としては FA 権を行使しての国内遺跡の移行を示していた守護神の平野を、球団のリリーフ投手史上最高の年俸3億円の3年。 総額9億円契約を締結。さらに12月15日には、日本ハム時代から、ポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ挑戦を、切望していた手法の糸井には、日本人外野手最高の年俸3億5000万円の、単年契約で残留にこぎつける。そして12月24日には、FA 権を行使し、国内、海外への移籍への交渉を行っていたエースの、 金子を、球団の投手史上最高の年俸5億円の4年、総額20億円という超大型契約で投打の柱の3選手の流出を阻止した。合計50億円超の大型増強を行った。開幕から打撃陣が総じて不振に陥り、故障者も続出。投手陣もエースの金子や昨年活躍したリリーフ陣の出遅れなどが響いて、大きく負け越した。 チーム打率。232は、リーグ5位と低迷。それを受けて4月19日の埼玉戦終了後に1、軍打撃コーチの佐藤真一と2軍打撃コーチの下山真二の配置転換を発表した。しかし、チームは浮上することなく、5月31日に早くも、自力優勝が消滅。 6月2日に監督の森脇が低迷の責任を取って休養し、合わせてヘッドコーチだった福良淳一が監督代行として指揮を取ることを発表した。福良監督時代2015年の監督代行時代も含める。前年まで2軍打撃コーチを務めていたフロント業務未経験の北川博都を事業本部企画事業部のプロジェクトマネージャーに移動。 選手時代からの知名度や人気の高さを生かしてファンの開拓に向けた PR 業務に携わる傍ら、球団主観試合のテレビ中継での解説、球団情報番組、オリックスビオリの MC、球団情報発信サイト、ペイ、エスタイムの運営、京セラドーム大阪でのスタジアムツアーのガイドなど、幅広く活動していた。交流戦は、 パリーグ球団では唯一負け越しの8勝10敗の9位に終わった。6月22日に独立リーグからヨヘルミン・チャベスを獲得したこと、群馬ダイヤモンド・ペガサスのシニアディレクターを務めていたアレックス・ラミレスの巡回アドバイザーの就任を発表した。しかし、交流戦以降もチームは低迷を続け、前半戦を首位ソフトバンクと18.5ゲーム差の再開でターンした。 後半戦になっても浮上できず、8月16日の対、ロッテ戦に敗れて、自力でのクライマックスシリーズの進出の可能性が、消滅。8月25日の対楽天戦に勝ち、最下位から脱出するも、その後3連敗を喫死し、最下位に逆戻りした。8月27日に休養していた、監督の森脇が31日付で退任することと、 球団シニアアドバイザーへの就任を発表した。ヘッドコーチの福良が、監督代行のまま式を取る。9月15日のソフトバンク戦に6から1で勝利し、前進の阪急時代から数えて、リーグ戦、通算5 0 0勝を達成した。なお、NPB 所属の球団では、巨人、阪神、中日に次いで4球団目で、パシフィックリーグ所属球団としては初であった。 9月23日に、元 GM、監督の中村勝弘が66歳で救世した。終盤は、楽天との5位6位争いとなり、10月3日の対、ソフトバンク戦に勝利し、5位が確定した。大型補強を行い、優勝候補と歌われながら、首位、福岡ソフトバンクと30ゲーム差の B クラスに終わった。10月1日付で、監督代行扱いだった福良が、 来シーズンより正式に監督に昇格して、引き続き指揮を取ること、二軍監督に、球団 OB の田口総の就任が決定した。丸も健一をはじめ、現役最年長野手で、実動29年の NPB 大記録を持ち、ブレーブスに在籍経験のある、現役選手最後の生き残りとなった、中島聡、シドニーブルーソックスに在籍していたグーツ・アキラ。 オリックスブルーウェイブに在籍経験のある、谷吉友、平野健一の両野手が現役を引退した。中島の引退により、ブレイブス時代に在籍した選手が全員引退した。真原隆弘、坂口智孝井川慶、古川修一、柴田健と、原大樹、エステバン・ヘルマン、中山真也、坂木原亮、前田裕二、鉄平、竹原直隆が、 相次いで対談した。ドラフトでは10位選手まで指名し、大幅な、地の入れ替えとなった。また、新外国人として、ブレント・モレル、ブライアン・ボグセビック、エリック・コーディエの3選手を獲得。キャンプ直前に昨年まで声優劇手を担っていた、足立良一が海洋生大腸炎を発症して離脱。 キャンプ中には4人目の新外国人として、サワン投手のパッドミッシュを獲得。オープン戦を、中日、DNA と同率の再会で終えると、シーズンに入っても、遠田ともに低調な状態が続き、西、金子といった、先発陣だけでなく、新種ご神として期待されていたコーディエラ9援陣も、大量失点する試合が目立った。打線もリーグ制となってからワーストとなる。 チームとして、開幕から13試合連続無本塁打の記録を、樹立してしまった。その後もヒンダは続き、5月17日に、元中日のマットクラークを獲得。交流戦は5勝13敗で最下位に終わった。7月17日に、ヤクルトから近藤和樹とのトレードで、ヤギ良友を獲得。近藤のトレードにより、大阪近鉄バファローズに在籍経験のある、 現役選手は一人もいなくなった。後半戦も低迷から抜け出すことはできず、本拠地最終戦となった9月29日の楽天戦に敗戦し、4年ぶりの再会に終わった。同一シーズンで、オープン戦、交流戦、公式戦、2軍のすべてが再開となるのは、史上初で、さらに公式戦では全球団に負け越し、交流戦でも、ヤクルトを除く。 全球団に負け越す結果となった。しかしながら、シーズンのチーム保育数が、0という日本プロ野球史上初の記録を達成した。また、チーム打率、得点、安打、チーム防御率リーグ再開、本塁打、失点は5位に低迷した。オフに、糸井が阪神に、FA 遺跡。この年から2軍の本拠地が、舞島サブ球場へと移転。 練習場と合宿所も含めて、神戸から大阪へ移る形となった。集落点と2ゲーム差の2位で4月を終えるが、5月は4連敗、6連敗、そして2003年以来の球団ワースト対記録の9連敗、9カード連続負け越しを喫し,し、5月下旬の交流戦前に一時順位は5位まで下がった。5月22日、奥老京が運転免許停止中に、 自家用車を運転して、交通事故を起こし、8月3日に対談。5月28日のロッテ戦で、山岡が初勝利して交流戦に入り、6月4日の巨人戦まで7連勝し、交流戦を単独首位でスタートするが、6月11日の中日戦から17日の DNA 戦まで6連敗を喫する。19日の DNA 戦で逆転勝ちし、 交流戦再編5発の勝ち越し、交流戦で6位に入った。なお、広島には3年連続で3連敗した。長打不足解消のため、5月30日にクリス・マレーロを獲得。交流戦初戦から単独4位に浮上するが、その後は順位の変動がなく、3位楽天と15ゲーム差の4位に終わった。オフに、日本ハムから増井イ・ヒ氏が FA で入団。 平野和が、アリゾナダイヤモンドバックスに、FA 一席。開幕からステフェン・ロメロ、T ・岡カら中軸は、打撃不振に陥ったものの、田島大輝、アンドリュー・アルバース、マスイラ新入団の同種の奮闘で一時は、A クラスに立った。一方、入団3年目の吉田忠しなが、シーズン中盤から4番打者に定着。また、7月9日に、 DNA から伊藤光、赤間健との2対2トレードで、高木俊人、白崎博之を獲得。オールスター明けには8連敗を喫した。最終的には2年連続4位と4年連続 B クラスが確定した。シーズン終了後に、監督の福良が辞任し、ヘッドコーチの西村特分が昇格することが発表された。小山栄一が現役を引退した。 オフに自由契約となった中島が巨人、同じく自由契約となった金子が日本ハムに移籍。金子の移籍により、オリックス・バファローズの球団創設メンバーは一人もいなくなった。西が阪神に FA 移籍。西村監督時代3月21日に一郎が現役を引退した。一郎の引退により、 オリックスブルーウェーブ時代に在籍した選手が全員引退した。この年から英字略称及び帽子やヘルメットのロゴマークが BS から B に改められた。6月30日に中日から松葉隆広、武田健吾との2対2トレードで松井雅人、松井雄介、同じく中日から金銭トレードでスティーブン・モヤを獲得。岸田守が現役を引退した。 この年は3年ぶりの再開と5年連続 B クラスが確定した。山岡康介が最高勝率、山本義信が最優秀防御率を受賞。引き分けを挟まずに開幕戦9連敗とし、パリーグ記録に並んだ。6月23日から始まった、ZOZO マリンスタジアムでのロッテとの6連戦では、最終日の28日まで勝利を飾ることができず、 日本プロ野球史上初となる、同一球場同一カード6連敗を喫した。同日に先発した昨年最高勝率の山岡、安介がこの試合で緊急降板、戦線離脱した。一時は5位に何とか持ち直すも、その後福岡ソフトバンクホークスに連敗し、再び最下位に転落。8月20日の試合後に行われた会見で、成績不振を理由に、 監督の西村の辞任が発表され、事実上の解任となった。二軍監督の中島聡氏が監督代行となり、コーチ陣も一1二軍間の入れ替えなど大幅な手こ入れを図った。中島監督時代2020年の監督代行時代も含める。8月21日の就任初戦の対埼玉西武ライオンズ戦、先発の山崎福成が高投手に安打一失点。 打線は、アダム・ジョーンズが、ホームランなど3打点を記録し、ウイジン勝利となった。また、9月9日に、代打で、T ・岡田が5球団目となる球団8500号となる、ホームランを放ったが、低迷したチームを立て直すことができずに借金が、増えていき、9月14日の試合に敗れ、シーズンワーストの借金23人まで達し、10月29日の、 対北海道日本ハムファイターズに敗れ、球団合併後発の2年連続再開と6年連続 B クラスが確定した。再開決定後は、高卒ルーキーの呉林光太郎を、プロ初出場から5試合連続で、スタメン起用するなど、翌年に向けて若手を起用した。2月6日にシアトルマリナーズに在籍していた、平野和が4年ぶりに復帰。開幕戦を10連敗とし、 パリーグ記録を更新。4月5月は、勝率5割を切り、低空飛行が続いた。しかし、交流戦に入ると一気に躍進し、交流戦12勝5敗1分で11年ぶりに、交流戦優勝を決めた。その勢いのまま6月20日に2014年7月25日、以来7年ぶりとなる、単独首位に立ち、 23日に、球団37年ぶりとなる11連勝を遂げた。10月12日の千葉ロッテマリーンズ戦で引き分けたことにより、オリックスの7年ぶりの c s 進出が決定した。シーズン終盤は、ロッテと、首位争いを広げ、一時はロッテに、マジックが点灯するも、10月25日のシーズン、最終戦で楽天に勝利し、ロッテが、 ソフトバンク戦に敗れたことで、首位に浮上。10月27日に、ロッテが、楽天に負けたことで、すでにオリックスの全試合が終了していたが、オリックスブルーウェーブとして、リーグ優勝を決めた1996年以来となる25年ぶり13度目、近鉄球団と合併してからは、初のリーグ優勝を果たした。なお、 パシフィックリーグが最下位からリーグ優勝した前例は2001年の大阪近鉄バファローズ以来20年ぶりでパリーグで2度目セリーグを含め7度目の事例であり2年連続最下位からの優勝も2001年の近鉄以来となったまた優勝前日の10月26日にセリーグで昨年最下位だった東京ヤクルトスワローズが優勝したことで プロ野球史上初となる両リーグともに最下位からリーグ優勝を決めた。自チームの全日程終わり後に他球団の結果待ちにより優勝が決定した事例は1988年に近鉄が自力優勝消滅したことによりパリーグを優勝した西武ライオンズのケース以来33年ぶりのことであった。また、この年から投手兼投手コーチとして 阪神から移籍してきた、脳見敦しは2005年の阪神時代以来16年ぶりにリーグ優勝し、貢献した一人として、胴上げ選手になった。投手陣は山本が、リーグ最多勝ちの18勝、高卒2年目の宮城が13勝、田島と山崎福が、キャリア杯の8勝を挙げ、野手陣は、吉田正が、339で2年連続首位打者と、 429で、初の最高出塁率、杉本博太郎が32本塁打で、初の本塁打王を獲得した。また、球団として、個人タイトル等打主要7部門を占めるのは1995年、以来の快挙である。11月10日から始まった、CS ファイナルステージでは、ファーストステージを勝ち上がってきたロッテと対戦。対戦成績を、 リーグ優勝のアドバンテージ一勝分を含む3勝、1分けとし、25年ぶり13回目、近鉄との合併後では、初となる、日本シリーズ進出を決めた。MVP には、第2戦で、決勝に乱を放った杉本が選出された。11月20日から始まった、日本シリーズでは、セリーグ王者のヤクルトと対戦。第1戦は1から3で迎えた9回裏。 吉田ただしなおが二塁打を放ちサヨナラ勝利で一勝目を挙げたものの、第二戦から第四戦を落として三連敗でヤクルトに、日本一への大手をかけられる。負ければ、終わりの第五戦は、同点で迎えた9回表、代打のアダム・ジョーンズが放った、ソロホームランが決勝点となり、二勝目。第六戦は、延長12回までもつれ込んだものの、12回の表に、 ヤクルトに決勝点を取られて1から2で敗戦。25年ぶりの日本一を逃した。日本シリーズの優秀選手賞に、杉本博士太郎、関東選手賞に、山本義信が選出された。12月2日に発表された、ゴールデングラブ賞に、山本義信と、そういうが選出され、共に初受賞となった。球団から、 ゴールデングラブ賞の受賞者が出るのは5年ぶり。オリックスの投手の受賞は2014年の金子、千尋以来7年ぶり。オリックスの三類種の受賞は1996年の馬場敏史史以来25年ぶりとなった。1950年以降の順位の変遷。赤い丸は日本シリーズ優勝を示す2005年より球団合併に伴う。 暫定処置として3年間限定で、ダブルフランチャイズ制が認められ、合併前に両球団が本拠としていた2球場を、共に、本拠地球場扱いとした。ただし、野球協約における正式な本拠地球場である、専用球場については、規定通り一つとされ、大阪ドームが登録された。この年は、大阪で34試合、神戸で32試合が開催されている。 球団は最終的には神戸での試合数を削減した上で大阪ドームに本拠地を一本化する方針であった。ところが2005年10月大阪ドームを運営する第3セクター大阪シティドームが会社構成法を申請しその後のドームの運営体制が不確定な事態となった影響からオリックスは2006年専用球場の登録を スカイマークスタジアムに変更し、主催公式戦を半数ずつ開催する措置をとった。同年4月、オリックスが大阪ドームの買収に乗り出し、同年6月にシティドーム社を100%減資した、上で施設とともに、オリックス市会社のオリックスリアルエステートが買収した。これを受けてオリックスは2007年、再び大阪ドームを専用球場として登録。 同年も予定を変更して、主催公式戦のうち48試合が大阪で開催された。2008年以降は、ダブルフランチャイズ制が終了。専用球場の選択は、保護地域の大阪府内にある、京セラドーム大阪に限られることになった。ただし、神戸総合運動公園野球場の、巡本拠地としての使用も、継続とし、年間20試合程度を開催していった。 2011年度からは大阪ドームでの試合数を増やし近鉄との合併後初めて20試合を切った。これまで必ず行われ特別料金が設定されていた神戸での大巨人戦と大阪神戦もなくなった。神戸で中止になった試合が発生した場合はあらかじめ組み込まれている予備日を除いて大阪で振り替えられるようになっている。また2017年は 神戸での試合数は従来通り15試合を確保しているものの、うち週末の開催は土曜日の2試合のみと、週末の開催が前年より大幅に削減された。2018年は前年比で週末の開催が増やされたがトータルでは13試合とされ、うち2試合が雨天中止、大阪ドームへの振り替えとなったため実際は11試合に止まった。 2019年も当初予定として11試合、2020年は1991年の、神戸移転後では初めて一桁の3試合となり、減少が続いている。正式な本拠地球場は一つであるが、選手名館などでは両球場を併記している場合も、ある。大阪、神戸以外の、いわゆる、地方球場開催における主催は、 合併後2005.2007から9年の東京ドーム以来行われなかったが2015年に阪急時代の準本拠地若さスタジアム京都で一試合を主催以後2017年を除き毎年地方開催を復活させている球団合併以後の大阪ドーム神戸総合運動公園野球場の試合数は以下の通りであるオリックス球団は ブレイブスとしての初年度からファームチームの本拠地を神戸市に設定。1991年に初代青東館を神戸総合運動公園の近くに設ける一方で公園内のサブ球場を本拠地として使用した。サーパス、神戸時代の2000年からは青東館を残したまま本拠地を北神戸田園スポーツ公園野球場に移転。その一方で 2010年からは、神戸サブ球場の使用も再開した。しかし、オリックスでは2007年以降、大阪ドームを一軍の本拠地として、本格的に使用。青東間の老朽化が進んでいることもあって、2010年代の前半からは、二軍の本拠地を一軍と同じ大阪市内へ移転する、ことを検討してきた。2015年には、 舞島ベースボールスタジアムがある舞島が移転の候補地として浮上。同年12月7日には大阪ドームを運営する球団関連会社の大阪シティドームが大阪市所有の舞島ベースボールスタジアム及び近隣の未利用地の運営委託に関する一般競争入札に応募した。その結果、2016年4月1日から50年間に 渡ってスタジアム及びミリオ地チの運営を委託されることが決まったため、オリックス球団は、毎島への本拠地移転計画を正式に発表した。この発表では、球団社長の西名博明が、大阪に本拠地を置く球団として、京セラドーム大阪から近い場所に、スポーツ施設が整っていたことが、大きな要因と述べている。上記の計画によれば、 大阪シティドームと大阪市による事業用定期借地権契約の締結後にオリックスが総工費約30億円で舞島ベースボールスタジアムの北西に球団の練習施設を建設。竣工後の2017年シーズンから初代の青東館を閉鎖した上で2軍の本拠地を同スタジアム及びサブ球場へ移転した。 球団主催分のウエスタンリーグ公式戦については、大半の試合を、舞島サブ球場で実施しつつも、神戸市内の蒸気球場でも一部の試合を引き続き、開催。一軍の主催公式戦についても、神戸総合運動公園や球場で一部試合の、開催を継続する。また、舞島に新設する練習施設では、一軍の選手が常時利用することも想定している。 オリックス球団では二軍本拠地の移転に先駆けて2016年9月14日付で連携協力に関する包括協定を大阪市と締結以前から舞島に練習の拠点を置いているプロスポーツチームのセレッソ大阪大阪エベッサと共同で2017年春から舞島プロジェクトに参画しているその一方で初代 青東館の建物と敷地については、舞島への本拠地移転後に所有権を放棄した。実際には、本拠地移転初年の2017年シーズンのみ、ウエスタンリーグ主幹試合の大半を、ナイター照明設備のない舞島サブ球場で開催。設備のある舞島ベースボールスタジアムでは、開催を見送ったため、舞島エリアでの主幹試合は全試合でーゲームであった。 2018年には1月22日からマイシマサブ球場をマイシマバファローズスタジアムへ改称する一方で大阪市ティ用金庫スタジアムでもナイトゲーム限定で主観試合の一部を開催した2019年からはマイシマサブ球場にも命名権を設定したため同球場をオセアンバファローズスタジアムマイシマに改称。ふとはリーグ優勝は 日本一等球団は50年を超える伝統を持つチームを吸収合併し、なおかつ存続側の球団自体もオーナー企業の変更や本拠地移転を経験した複雑な歴史を持つ。球団は2006年に阪急ブレーブス、近鉄バファローズ、ブルーウェーブの3つの B の伝統を大切にすると宣言し、球団理念にもそれを歌っている。 2005年から2018年までの球団ロゴに複数型を示す S を加えていたのもその理由であった。その一方、公式ウェブサイトのヒストリーにおいてはオリックスが球団を買収した1988年以降の歴史のみが本文に記載されている。近鉄については合併当初は創立時から記載していた。 パリーグでは東北楽天ゴールデンイーグルス以外の5、球団が、オーナー企業の交代と、本拠地移転を経験しているが、このうち、千葉ロッテマリーンズ公式ウェブサイト、チームヒストリー、福岡ソフトバンクホークス、公式ウェブサイト、ホークスの歩みや埼玉西部ライオンズ、公式ウェブサイト、伝説の西鉄ライオンズでは、全身球団創設以来の歴史を記載している。 ただし、ホークスの場合南海時代の歴史やエピソードが積極的に取り上げられるようになったのはソフトバンクに親会社が交代してからで大英時代は南海食をできるだけ消すという姿勢はなかなか改められなかったようだという指摘がある。ライオンズの場合も西鉄時代の歴史が記載されるようになったのは西部による買収。 移転から約30年を経た2008年からである。球団関係者からは2007年の時点で、それぞれの球団のファンにすると、中途半端な印象があるのかもしれません。二つの球団が合併したとはいえ、選手の大半は、近鉄側でしたから、大阪に力点を置いた、事業展開を行うべきだったのかもしれませんといった、複雑な成立過程を持つ球団に上の悩みを認める。 発言がなされている。2011年シーズンには、レジェンド・オブ・ BS2011 よみがえる黄金の 70S と題して1970年代の半球近鉄に光を当てたイベントが実施され、両球団の復刻ユニフォームの使用や、当時の選手とかつての半球応援団長、今坂清氏による始球式が行われたほか、 このイベントの専用ウェブサイトでは両球団の創立以来の歴史も記載された。2012年は前期の通り、レジェンドオブ BS2012 劇的感動の 80S と題して1980年代の阪急・近鉄をクローズアップしたイベントを実施。1980年代の両チームの歴史を記載した専用ウェブサイトも開設された。2013年現在、 これらの専用ウェブサイトへのリンクが上記ヒストリーのページに掲示されており間接的な形ながら全身球団の歴史を公式ウェブサイトから知ること自体は可能になっている。京セラドーム大阪でもレジェンド・オブ・ BS2011 よみがえる黄金の 70S の開催を機に全身球団の復刻ユニフォームキャップを3回のコンコースに常時展示している。 2013年シーズンには、オリックス、近鉄両球団の1990年代以降、合併までの歴史を振り返る、レジェンド・オブ・ BS2013 ミラクル、夢が叶ったあの時として、大阪近鉄が2001年のリーグ優勝時に、着用した最後のユニフォームを復刻。パリーグ6球団共同企画、レジェンドシリーズ2013では、 ブルーウェーブ時代のユニフォームの復刻版が披露された。また、同年は大阪に本拠を置いた南海ホークスの創立75周年にも当たることから、後継球団の福岡ソフトバンクホークスとの間で大阪クラシック2013を開催。オリックス9が1978から1996年の近鉄。 ソフトバンク9が1984から1988年の南海仕様のユニフォームを着用した。2014年の大阪クラシック2014では、オリックス9が1966年から1973年前期の近鉄、ソフトバンク9が1972年から1973年後期の南海仕様のユニフォームで試合に臨んでいる。 レジェンド・オブ・ BS 大阪クラシックの対象試合では7回裏へ入る前に全身球団の応援歌を流すなど応援のスタイルも全身球団に沿った内容に変えている。球場内の売店では全身球団の本拠地で人気を博したスタジアムメニューや弁当の販売を復活させるほか復刻ユニフォームのデザインや全身球団のマスコットにちなんだ。 スペシャルグッズを発売。シリーズ終了後には、選手が試合で実際に着用したユニフォームを対象に、公式サイトでオークションを実施している。試合によっては、全身球団の著名な OB が試合前の無料、トークショーや始球式に登場したり、全身球団の本拠地で、ウグイス城や、 スタジアム DJ を務めた人物が試合中の選手コールやアナウンスを担当したりすることもある。シーズンの最終成績が5位であった2013年度には、このような復刻企画を繰り返したこともあって、主催72試合の平均観客動員数が全、年度比8.1%増の19979人を記録した。2014年3月4日からは、 オリックス主催試合の開催日に限って、無料で開放することを条件に、京セラドーム2階、スタジアムモールの3塁内野席寄りに、BS スクエアという展示施設を常設。全身球団で活躍した選手が実際に使用した、野球用具、ユニフォームや、現役選手の手形、グラブミットを展示している。また、球団史上重要な節目になった優勝を、 写真、映像、資料を通じて紹介する。ちなみに、映像については、プロジェクト BS シリーズの素材を流用。2013年までは2階の別フロアにあった、ビーズクラブの受付や、球団主催イベントの開催にも対応した、ダイヤモンド状のフロアも設けられている。かつて運営していた事業者の側だと、ブレイブスの親会社だった、阪急電鉄は、 2006年の阪神電鉄との経営統合で阪神タイガースとの間接的な関係が生じた後も、小弱工場での阪急レールウェイフェスティバルで、ブレーブス関連のヘッドマークの展示や、ミニチュア標識版、ブレーブス坊やのグッズなどの物品販売が行われた年度がある。また阪急西宮ガーデンズでは、阪急西宮ギャラリーで、 阪急ブレーブスに関する展示が行われているほか、かつて球場敷地にあった、ブレーブス子供会記念碑や、ブレーブス講演会記念樹も再設置されている。また、阪急電鉄創業者、小林十三の旧宅に開設された、小林十三記念館でも、球団関連の展示が行われているほか、ブレーブス OB によるトークショーが行われたことがある。ただし、 阪神電鉄及び阪神タイガースへの配慮もあり、阪急阪神ホールディングス公式ウェブサイトのグループの歩みでは、旧ブレイブスについての記述はないほか、オリックス球団による阪急復刻企画への直接の協賛は行わなかった。その一方、旧バファローズの親会社だった近畿日本鉄道では、 球団に関する権利関係のほとんどを、オリックス球団及びオリックスグループ関連企業に、譲渡しているためか、公式ウェブサイト上でも保有、売却の事実があったことを、社市、近畿日本鉄道100年の歩みから引用する、形で、簡略的に触れる程度で、サイト上の歴代ポスターギャラリーでも、旧バファローズ関連については一切掲載されないなど、消極的な扱いとなった。 結果的に、現在も阪神電鉄、阪神タイガースを通じて、プロ野球との一定の関係が残っている、阪急阪神東方グループと、一切手を引いた近鉄グループの間では、全身球団へのスタンスに温度差が見られる。ただし、近鉄グループの中でも、近鉄百貨店では、安倍の春かす近鉄本店でイベントを開いたり、2021年には、 東急団の応援セールやリーグ優勝セールを中日ドラゴンズ本拠地の近鉄パッセを除く各店舗で開くなど一定の関係を保っている。なお、阪急東方グループ、阪急阪神東方グループは関係企業が保持していたブレーブスの商標権を期限切れ後に更新しなかったため執行後は MLB 球団のアトランタブレーブスが ロゴマークなど一部の分野で登録している。オリックスバファローズでは、上記の本拠地以外にも、関西地方の野球場で、ウエスタンリーグの主催公式戦を、年々増やしている。2012年からは、藤井寺球場のあった大阪府藤井寺市の近隣に、位置する富田林市の、富田林市立総合スポーツ公園野球場で、毎年7月の第2日曜日に、 同リーグの公式戦を開催。同年12月11日には、富田林ばと、スタジアムニックネーム協定を締結したことによって、同野球場に、富田林バファローズ・スタジアムというニックネームが常時、付くようになった。この協定は、自治体による、スポーツ振興施策の提案に、プロ野球の球団が賛同したことによる無償での、 ニックネーム使用契約という日本初の事例で、球場名、チーム名に関する前述のネーミングライツ契約とは異なる。ちなみに、近鉄バファローズも、1985年から2004年まで、藤井寺球場に、バファローズスタジアムというニックネームを冠していた。2015年9月23日に、佐藤薬品スタジアムで開催された、ウエスタンリーグ、 大阪新戦では、球場を満員にするプロジェクトによる、ワンデイニックネームとして、スタジアム名を1日だけ、佐藤薬品、バファローズスタジアムという名称に変更した。2016年からは、佐藤薬品スタジアムにとどまらず、豊中ローズ球場に、豊中ローズバファローズスタジアム、花園セントラル球場に、 花園セントラルバファローズ・スタジアムという名称を主観試合の開催日のみしよう。2017年からは高槻萩谷球場で主観試合を開催する場合にも高槻萩谷バファローズ球場というワンデーニックネームを冠している。さらに2018年1月22日からは2軍の本拠地でも舞島バファローズ・スタジアムという名称を常時使用している。 限定ユニフォーム全身球団の復刻版夏の陣2009年8月7日から9日の対千葉ロッテマリーンズ戦において初開催された。特別ユニフォームは開催日により異なる3種類のデザインが採用された。ベースは赤字であり、入場者に配られたユニフォームの背中部分には大きく、大阪夏の陣の文字がプリントされていた。7日、開催分のデザインと8日、 9日の文字デザインは異なっていた。戦前の1939年5月6日、甲子園で行われた南海とのダブルヘッダー第2試合では、南海の宮口秀吉、平野正太郎両投手に無安打に抑えられながら2から1で勝利した。4回裏に1点を先制されたものの6.7回に、儀打、失策、死球を絡めて1点ずつを取り逆転勝利したもの。 無安打に抑えられながら、得点を挙げた試合は他に1939年の金シャチ、1959年の巨人、1964年の南海があるが、勝利したのはこの時の阪急だけである。1940年4月6日に西宮で開かれた南海戦で、阪急は32から2の30点差という大量得点で勝利を飾った。 これは一試合の最多得点及び、最多得点差勝利の日本プロ野球記録である。1944年5月16日、西宮での対産業戦の7.8回に記録。その時の打撃は、以下の通り。1950年11月5日、阪急西宮球場で開かれた、対毎日オリオンズ戦。当時、阪急の監督だった。 浜崎真二は、毎日の湯浅貞夫総監督に、リーグ優勝が決まった後なので、わしが投げるからあなたも、どうだろうと持ちかけて、湯浅も、よしと快諾。両監督が、先発投手になった。この当時の年齢は浜崎が48歳10ヶ月、湯浅が48歳1ヶ月で二人合わせて96歳11ヶ月という最年長先発投手となった。 浜崎は3回に3を投げて21人の打者に対して8本の被安打5失点で敗戦投手。一方の湯浅は4回を投げて勝ち投手にはなれなかったが19人に対して2本の被安打2失点と高騰した。1999年6月11日からは大英の本拠、福岡ドームで大英との3連戦をオリックスの主催ゲームとして開催した。 これは、神戸が屋外球場なので梅雨時の試合消化が難しくなることを懸念し、大英側の許諾を得て、福岡ドームで主催ゲームを開催することになった。しかしベンチのスペース上、主催のオリックスは三塁側、ビジターの大英は一塁側と通常の大英主催ゲームと同じ配置だった。また、当時、大英の監督だった大貞治は、 とにかく勝てばいいんだよと、陳時には同じていないことを強調した。13日には、試合途中で控えの内野手を使い切ってしまったため、外野手の一郎が三塁を守るというハプニングもあった。一郎が、公式戦で、外野以外のポジションを守ったのは、NPB 時代はこの時だけである。オリックスのホームゲームであるにもかかわらず観客の大半が大ーを応援し、 大英が勝った試合終了後には、花火の打ち上げとヒーローインタビューが行われるなど、大英のホームゲームと変わらない球場の雰囲気だった。ただし、観客動員は3試合ともホークス主催の同球場同カードより1万人程度低く、観客動員の当ては、外れた形となった。これより10年前、1989年に、大英は当時、 親会社のヘッドオフィスがあった神戸を、準本拠地として主催試合を開催することを、計画していたが、兵庫県をフランチャイズとしているオリックスと阪神の、許諾を得られなかったために実現に至らなかった、過去の経緯から、同年オリックス主催の大英戦13試合を、神戸で開催した。この前年の1998年3月29日には、オリックス主催の大中日ドラゴンズ戦を、 中日の本拠地である名古屋ドームで開催した2000年から2002年のドラフトで契約金を出来高制とした契約金ゼロの選手を入団させ話題になったこれはドラフトの時点ではドラフトにかかるには一歩足りないと思われる選手を入団テストの上でドラフト指名して2軍で育成しその後1軍登録日数が一定に達するなどの 条件で出来高として契約金相当額を支払うという現在の育成選手制度に近いものであった。2001年に北川智則が7試合に登板したほか、2002年には高見沢講師が一軍に定着し、出来高を受け取っている。しかし北川は、その後1軍に定着できず、高見沢は故障に泣き、どちらも2004年までに自由契約となった。 その他の選手は、ほとんど一軍で戦力になることはなく、中島と視以外は2005年までに、プロ野球を去っている。なお、この時入団した選手は前述の高見沢、北川、中島のほか、高橋浩二、庄司大輔、板倉康弘、深谷良治、藤本博橋本康義、塩谷大輔である。 海田ダ・ヒのように契約金ゼロでの指名ということを事前に伝えておらず入団拒否に至った例もある。結局、契約金ゼロ枠の選手がほとんど活躍していないこともあり、2003年秋から5年まで常務 GM を務めた中村克弘が夢や憧れだけで入団させることは本人やチームのためにならないとし、同年から廃止された。以降、 2000年代には、育成選手も、梶本達也のみしか指名されておらず、怪我などで育成枠に降格する例としては、宮本大輔などがいたが、育成枠自体があまり積極的に活用されることは、なかった。しかし、2010年代には、フレディ・バイエスタスなどの外国人を、育成枠で獲得し、2011年度の、ドラフト会議で、稲倉、大輝柿原少女が、 育成枠指名された。その後も2015年度に赤松光介を育成枠で指名し、2016年7月には3、軍創設を念頭に育成選手を獲得する動きがあると報じられ、10月20日のドラフト会議では5人の選手を育成枠で指名した。2003年、対大英戦で2回も大量失点試合を喫した。 まず7月26日に福岡ドームで7-26、続いて8月1日にヤフー BB で1から29と大敗を喫した。後者は2リーグ分立以降の1試合の最多失点、最多失点差敗北の記録となってしまった。この年は他にも6月17日に岩手県営野球場で11から21.9月14日にヤフー BB で11から20で敗れており、 同一カードでの20失点以上を4試合もしてしまったのは日本プロ野球史上ワースト記録である。2006年、ボールのカゴを持った猿のゴーがやってきて審判にボールを手渡すという当時、広島やロッテがファンサービスの一環で行っていたベースボールドッグに対抗したベースボールモンキーを導入した。しかし、大観衆 大声援を前にしたストレスから体調を崩してしまい、同年限りで引退。オリックスは1991年から2004年まで神戸を本拠としており、1995年の阪神、淡路大震災以後、復興のシンボルとして注目を集めた。2005年に近鉄と合併してからは大阪ドームとの併用となり、 年間30試合程度に試合数が削減されたが、やはり、神戸のチームという印象が根強く、観客動員の面でも、神戸での試合が、大阪よりも、比較的よく入っていたというデータがあった。近鉄との球団合併最初のシーズン、かつ、震災10周年の2005年は、神戸と東京での主催試合では、頑張ろう神戸のロゴを入れたワッペンをつけて、 試合に臨んだこともあった。これ以後も、阪神、淡路大震災の発生から、節目の年度に当たる一部の神戸での主観試合では、ブルーウェーブ時代のユニフォームの復刻版を採用して、着用したり、震災の記憶を風化させないためのプロジェクトなど、イベントを継続して行っている。 前述のように2007年に事実状況セラドームに一本化され、神戸を含めた兵庫県での主催試合も20試合程度に削減され、2011年から2015年は15試合と、さらにその数を減らしている。2017年からは2軍の練習拠点を神戸市内から舞島スポーツアイランドへ移転した。当初、 移転計画を発表した2015年の時点で、一軍公式戦のうち球団主幹で15試合を神戸で開催することを西名球団社長が明言したものの、2018年は13試合、2019年は11試合、2020年は5試合と、徐々に神戸での開催を縮小している。なお、二軍でもウエスタンリーグ主幹試合の一部を移転前に続いて、 神戸市内で開催している。ちなみに神戸はメインだった2003年から合併後の今日までオリックス球団が管理許可制度の下で球場の運営を行っていることもあり、神戸市営地下鉄、精神、山手線の電車の窓には主力選手のステッカーが貼られているほか、神戸での公式戦開催日にはバファローブルが描かれたヘッドマークが取り付けられている。 ブルーウェーブ時代の2004年、現在のフランチャイズが確立してから関西に、本拠地を置く球団としては初めて、東京都で主催公式戦、対北海道日本ハムファイターズを開催した。福岡ドームでの県とは違い、これまで同地を本拠としていた日本ハムが、札幌ドームに移転したために伴うものと、オリックスが会社設立40周年を迎えたことを記念して、 現在のオリックスの本社がある東京で主催ゲームを開催することにしたものである。2006年は専用球場を一時的に神戸にした関係上、東京ドームでの主催ゲームはなかったが、その年以外では2009年まで毎年オリックスグループお客様感謝、デート名打ち、オリックスグループの社員と取引先の顧客を無料で招待する試合として、 リーグ戦期間中の週末の2試合を利用して開催した。対戦相手はバファローズとなった2005年も2004年に続いて対日本ハム戦を行った。2007年は対西武ライオンズ戦2試合を開催。ちなみに西武が東京ドームでパリーグのチームと試合をするのは日本ハムが北海道に移転する前の2003年以来で2008年は 対チバロッテマリーンズ戦2試合、2009年は対東北楽天ゴールデンイーグルス戦2試合が行われたが、福岡ソフトバンクホークスとのカードは開催されていない。東京ドームでの主催試合の通算成績は5勝5敗である。2010年以降は開催されていない。なお、2010年のオリックスグループの社員と取引、先の顧客を招待する試合は、 3月30日、3月31日に、行われた、日本ハム主催試合のビジターゲームにて行った。2010年6月7日、対広島東洋カープ戦4回戦の6回表、1市1塁、坂口智隆の2塁内野安打から荒金久を、後藤孝孫、T 岡田の3者連続タイムリーに、北川博都市の3乱で、打順1順の猛攻。 坂口の左前玉で、プロ野球新記録となる1イニング、最多連続打席安打、前進の阪急時代の9社連続安打を抜く10社、連続安打を達成した。しかし、くしくも同日の15分前に、千葉ロッテマリーンズも、同記録を達成しており、対記録扱いとなった。地上波、阪急時代は同じく阪急電鉄が、大株主であった。 関西テレビとの結びつきが強く、土曜、日曜のデイゲームを中心に、数多くの試合を放送していた。朝日放送、毎日放送、読売テレビは1960年代から70年代に、関西テレビが編成上の都合で放送できないごく一部のカードを中継していた。オリックスブルーウェーブへの解消後は、毎日放送が多数の中継を担当した。 また、関西テレビでは、富士テレビ制作の巨人戦全国中継に差し替えて、中継することもあった。現在は、朝日放送テレビと関西テレビで、大半身の交流戦と、それ以外の年数試合を、関西テレビと、読売テレビで深夜に録画放送が行われるのみで、ある。読売テレビテレビ大阪、毎日放送は、系列局やキー局系列 BS 放送への、 技術協力が中心。3テレビは、オリックス売却後は、ナイター中継中心となったが、半球時代は半球電鉄、半球百貨店の筆頭提供で、デーゲームを放送することもあった。以前は、大半身の交流戦のほか半身戦がない日や、中継権獲得不可能な、半身の試合の裏カード時などに、年数試合完全性中継が行われていた。 2015年限りで原則として撤退し、それ以降は、大阪神の交流戦に限定する形で水曜日に、朝日放送テレビとのトップリレー中継を、大曜日に、自社制作の完全中継を行うのみとなった。大阪神戦の場合、ベンチリポートを、両サイドに配置し、オリックスが勝利してもヒーローインタビューを放映するなど、中継内容は、通常の阪神戦より、 中立的となる。また中継縮小後も、ファンフェスタへの協賛と商品の贈呈は継続している。かつて、テレビ大阪も、阪急ブレーブス時代に数試合、オリックスブルーウェーブ時代2007年に数、試合中継されることもあった。また、2015年と2016年には、テレビ東京で、関東ローカル中継が、各年一試合放送された。京都放送は、 阪急ブレーブス時代に、京都市西京国総合運動公園野球場での主催試合を、オリックス売却後は、同球場での近鉄バファローズ主催でのビジター扱いの試合を自社制作で放送したことがあるが、阪急主催の対近鉄戦は、近鉄主催の校舎と同様、近鉄駅サイトアワーとして、近鉄グループがスポンサーにつき、近鉄応援の放送となっていた。 2005年までは富士テレビ系列、2006年まではテレビ朝日系列、2007年までテレビ東京系列でも全国中継していた。他、1989年から1990年代末期までは TBS 系列でも放送されたり、対巨人のオープン戦に限り日本テレビ系列で放送された。いずれも放送地域のみで一部試合を中継韓国 商用と、ボさん、ヒロシの韓国人選手が加入した2011年から、韓国 SBS テレビが主催ゲームの放映権を獲得し、スポーツ専門チャンネル、SBS、CNBC にて放映されることとなっている。衛星放送 CS 放送は、球団が制作調査権を保有。関西テレビ放送の関連会社、メディアプルポエキスプレスが共同で、 制作協力している。パリーグ TV 向けの映像は CS 向けと同一内容。オリックス野球クラブに関するカテゴリー。ありがとうございます。